始まりましたアプカミ。今回のお相手はアンジュルムの佐々木理香子とモーニング娘。トゥーゼロの牧野マリアです。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けしていきます。ということで、まずは MC2 人の裏側に、ね、迫っていこうと思います。はい、はい、じゃあまず私から、はい、私佐々木理香子はですね、なんか先日番組の収録をさせていただいたんですけど、はい、そのなんか収録する形がなんかライブ形式みたいな感じだったんですけど、うんうんうん、はい、そこでなんか久々になんかライブ感というのを感じたと言いますか、はい、まあ、無観客ではあったものの、うん、まあ、カメラの前に、まあ、画面越しですね、見てくださっている方々のことを想像しながら、はい、まあ、やらせていただいたんですけど、この今アンジュルムは、まあ、そうですね、その収録した時は新メンバー抜きの8人でね、はい、うん、やらせていただいたんですけど、なんかその8人で、まあ、ホールも決まってましたし、うん、なんですけど、まあ、コロナでね、まあ、亡くなってしまって、うん、その中でもこうやって8人で何かこう形をね残していただけるもの、うん、機会があることってすごく大事なことだなと、ありがたいことだなと思ったので、うん、はい、心を込めてやらせていただきました。まあ、私たちはまだ完成形は見ていないので、うん、どういう感じで映ってるかまだ分かんないんですけど、うん、はい、楽しみだなと思います。はい、私も楽しみにしてます。はい、マリアは、はい、そして私マキのマリアはですね、はい、モーニング娘。20の69枚目のシングル純情エビデンス牛されたいだけなのにが12月16日に発売になるんですけど、その中から先日純情エビデンスのミュージックビデオが公開されまして、見ましたよ。ありがとう。見たの、一列なんかパーンって止まっていくやつ。そう、なんかスローモーションにして撮ったりとか、うん、なんかちょっと暗い最後夜の外で、うん、あの撮影してドローンもたくさん使って、すごい、うん、ここら辺にドローンがブーンって撮るから、ね、結構形見えた。そうなんです、フォーメーションみたいなのもすごく見えた。上から撮るのも多かったり、うん、こうブーンみたいな感じ、ね、ドローンが回ってたんですけど、うん、その他にもなんか夜、やっぱり夜で光たくさん集めてるじゃないですか、うん、撮影だから、だからなんかこんぐらいの画がいてびっくりして、大きすぎだよ。で、そう。で、しかもそれで止めれないから、からね、ちゃんと踊んないといけなくて、そっち気をつけて踏まないようにみたいな、その場でやってましたね。いや、共感できます。そう。やっぱ夜の外ってやると、うん、そういうことはいろいろあったんですけど、うん、まあそういうのもね、わかんないように。そうだね。そんな表情もちろん映ってないと思うのでから、かっこよく映ってる私たちを見ていただきたいなと思っています。うん、はい。ということで、今回のアップ紙、まずはこちらから。上場軍団号泣ミュージックビデオ撮影メイキング。11月25日リリースになります上場軍団のニューシングル号泣のミュージックビデオ撮影の様子をご覧ください。ブロークンハート、最後の恋じゃないよ。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。しっとりかっこよく、はい、切なく、じゃあ初めてなってちょっとじゃあ本当入り込んで、はい、ことです。ちょっとシリアスめのことやってるぐらいの感じで、なるほど、いい気がします。まあ笑いに行かなくていいんですけど、まあ、そうですよね、はい、一回ワンコーラス、はい、実際一回やらせて、よろしくお願いします。はい、めっちゃ感情いい、本当にね、表情がそっか、手とかやらない、顔とか泣きそう、耐えて我慢できなくなる、今回の歌がめちゃめちゃ切ない曲なんで、落として切なくやろうと思ってるんですけど、やっぱりちょっとこうカッコつけるというのがやっぱ自分の性にあんまり合ってないので、ちょっと笑けてきちゃうんで、やっぱりそれちょっと抑えて、本当にこの切ない、この号泣してる男の気持ちになって、
はい、今やらせてもらってるんですけど、もう監督からもすごい本当にいいんじゃないっていう言葉いただいてて、はい、もう賞取れるんじゃないかっていうぐらい言われてるんで、この調子で、はい、行きたいなと思います。今まで最高でも多分3人だったんですよ、スタッフさん今までの過去、マックス3人だったんです。今日ちょっともう両手じゃ収まらないぐらいのスタッフさん来てくれてるので、ちょっとめちゃめちゃ気合入ってますね。逆に3人で出会うの、うん、自動販売機の下覗くからか、直すからいつもより全部キリッとしてない、ね、前に戻ってきてつらいな。今日は君と付き合った一年記念日、隣にはお前、やべ俺泣きそうだ。我慢できなくなったら男だけど、全部馴染んできて今一番いい時です。表情だけで割と伝えなきゃいけない部分があるんで、やりすぎちゃうと俺ら芸人なんでやっぱコントになっちゃうんで、そこの加減がちょっと難しいんですけど、うん、ちょっと振られたことを思い出して頑張ってます。お願いします。そうだ、芸人さんなの、うん、そう、忘れちゃって忘れてみちゃう。辛いな、本当に辛いな。俺のどこがダメだったのかな。トイレ座ってしないからか、店員にタメ口使うからか、全部の自動販売機の下覗くからか、直すから、全部直すから戻ってきてよ。辛いな。うん、こんな雰囲気なの、はい、っていうぐらいの感じです。はい、お願いします。お願いします。お願いします。泣いて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 、明日は MV 撮影終わりました。ありがとうございます。さあ、はい、ゴロさんいかがでしたか、振り返って。まあ今日1日ねやりましたけど、はい、まず朝は本当、うん、簡単なおにぎりとかパンで、はいはい、お昼がそぼろで、うん、夜は唐揚げでしたね。いや弁当の話。撮影の話。撮影の。あ、お弁当じゃなくて。いや撮影は本当にアットホームでめちゃめちゃ楽しくて、ね、君がね、はい、やってるちょっとかっこよく見えましたよ。いやゴロさんもかっこよく見えました。いやいや。あなたの方がやってる、あれ今回はいや、そうなんですけど、でもやっぱほんとこんだけのプロの方に撮ってもらうと、はい、
俺らみたいなもんでもなんかかっこよく映るんだなと思って。そうですね、はい、ありがたい。今までの MV 仲間とか全部あの有志で、はい、近所のおじさんたちに撮ってもらったんで。いやそこじゃない、はい、いやスタジオに入っては初ですからね。衣装もねこれ、はい、プロの方が衣装もやってくれまして、はい、はい、もうとうとう自前卒業ということでね。ありがとうございます。熱い曲になってますよ、はい。さあということでかっこよく映ってる僕らのミュージックでも見ていただいて、はい、高級の曲も皆さんたくさん聴いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ジョジョ君なんでした。もうみんなジョジョ君なんだ。2018年から青春友情をテーマにファーストシングル仲間、セカンドシングル悪友をリリースしてきました。そして友情第3部作完結となるのがサードシングル号泣ですということで、はい、いやなんかすごくかっこよく見えて、ね、やっぱりあの、うん、上場軍団っていうあの芸人さんっていう枠ではあるんですけど、うん、なんかその芸人っていう一面を忘れるぐらい、うんね、見えなかったよ ね、 見えなかったよね。忘れて見てた。しかもなんかお二人ともやっぱり歌がとても素敵で、にすごく上手で、うん、真剣な眼差しをこのメイキングで見えて、ね、なんかまた新たな一面を発見できたなっていうものがありましたけど、なんか仲間とかはみんなで一緒にこうやって、うん、そうだね、やったね、はい、あれだ仲間だろうってできたりしたんですけど、うん、今回はもう聴き入るような曲だなと思って、そうだね、うん、もう本当にミュージックビデオや、ま、衣装とか、ま、表情もそうですけど、うん、すごいなんていうの、感情がこもってる感じが伝わってきたので、うん、なんか仲間とかは私テレビでお家のテレビでなんか音楽流れるテレビ見てた時に流れてきてたりしてたんですよ、うん、だから、ああジョジョ軍団さんの曲だみたいな感じだったんですけど、うん、今回の号泣もなんかどっかでもまたいろんなところでも聴けたらいいなと思ってます、うん、普通にいい曲だから ね本当にいい曲だから皆さんにもぜひ聴いていただきたいなと思っています、うん、以上ジョジョ軍団号泣ミュージックビデオ撮影メイキングでした。あまり無理せず自分を大切にね。続いてはこちらです。椿ファクトリーダンシーズム朝倉キキのボーカルレコーディング。椿ファクトリーのニューシングルの中からダンシーズム朝倉キキのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。ちょっとね、裏声と地声の行き来が結構難しいんだけどね、はい、まあ、その辺ちょっと意識してみましょう、はい、A メロからいこうかな、はい、360無用とせまず自分の周りをほら何かにつけどんどん溜め込む我欲の末路クローゼットの服積まれた雑誌いつか使うかも捨てられないわけ並べりゃまた何かが増えてく。まずさあのさっていうのがすごいこう慌てててはしょってる感じになっちゃうからさあ、さあ、うん、しっかりさあ300っていけるようにさあ300そうそうそうしっかり歌う。そこのさあ360見渡せの入り口がはいちょっとゴニョゴニョしちゃうゴニョゴニョ、うん、もうちょっとはっきり言うとさあ360見渡せまず自分の周りをこの何かにつけどんどん溜め込む我欲の末路クローゼットの服積まれた雑誌いつか使うかも捨てられないわけ並びやまた何かが増えてくさあ360見渡せまず自分の周りをこの何かにつけどんどん溜め込む我欲の末路クローゼットの服積まれた雑誌いつか使うかも捨てられないわけ並べりゃまた何かが増えてくまた人間関係そうそうそう今のいい感じ。じゃあ次はその上、はい、はい、その理由でいいとこね、はい、そこをやってみよう。ためらいを立ち無駄を捨てる男性ズーム気分は爽快気づけばバックはハーサイズ大切なもの見極め愛して感謝生きる胸に刻みさこの間の緑を乗り切るボーイッシュな感じのイメージで、うん、やってみようよ、はい、カメラライブを立ち無駄を捨てるダンシャイズーム気分は爽快気づけばバックはハーサイズ大切なもの見極め愛して感謝生きる胸に刻みさこの間の緑を乗り切る数を生きれぬ。あーこっちの方がいいねこれにそこう、はい、じゃあこのキャラでもう一丁
ためらい棒立ち無駄をせぬ男性ズーム気分は爽快気づけばバックはハーフサイズ大切なもの見極め愛して感謝生きる胸に刻みさこの荒涙を乗り生きる数え切れぬ OK 持てないバッグのお腹に何が入ってる全てどこか想像するか眠みばかりしてちゃ始まらない欲にまとわり疲れていたら窮屈ってって言ったらで一回しっかり止めて窮屈からちょっと突き直すというか雰囲気変えて欲にたたたたたたいたら窮屈ってちょっと変えてみようかな。重くて持てないバッグのお腹に何が入ってる全てどこか想像するか眠みばかりしてちゃ始まらない欲にまとわり疲れていたら窮屈って身動き取れない無駄は勝負 OK ここからはちょっと気持ちをまた切り替えて、はい、他のとこちょっとかっこよくいったからここからめっちゃポップにで必要なものはきっとそうぐらいしかファル使ってないね。あと多くだけファル使って。そうね、何からもう戻してる。何かいけるかな。まあ、ちょっと一回チャレンジしてみようか。無駄は勝負が勝負の潔さ そういう気の先にあるのさこれぞダンシャイズム身軽な心のまま誘惑と勝負定める価値情報が溢れる時代に必要なものはきっとそんなに多くない。きっとそ、とそうだけファル。で、おうくだけファル。はい。それ以外は地声。みたいな。無駄は勝負が勝負の潔さその勇気の先にあるのさこれぞダンシャイズム身軽な心のまま誘惑と勝負に定める価値情報が溢れる時代に必要なものはきっとそんなに多くない。おいいやいいやこれでいこう。はい。あるのさをあるのさあるのさ、うん、そこ綺麗よく言った綺麗よく、うん、時代にも時代に、はい、身動き取れない無駄は勝負が勝負の潔さその勇気の先にあるのさこれぞダンシャイズム身軽な心のまま誘惑と勝負に定める価値情報が溢れる時代に必要なものはきっとそんなに多くない。うん、OK、大丈夫。愛して本当の夢を追いかける。あ、いいんじゃない今の感じ、はい、追いかける、うん、もっと上げていくかな。 OK、それともう一回やってみよう。そんなに霧の晴れるような澄み切ったそんな自分を見つけて愛して本当の夢を追いかける。 OK、 じゃあ終了です。はい、はい、ありがとうございました。
難しい曲ですね。ねえ、本当に最初の速いところあったりとか、うんまあ、高い音がたくさんあったりするので、うんうん、結構なんか歌う方になると難しいなって思うけど、ね、でも聴いてるとすごい、もうミュージックビデオも可愛かったし、うん、なんかね可愛いんですね。可愛かった。私はこんなに可愛くないんだなと思ったんですけど、うん、下水素使わないかった。そう、でもなんかそのメロディーに合わせてこうやって手を上げたり下げたりする、うん、なんか自分のなんか、うん、歌い方っていうか、うん、出しやすいとことか分かってるのかなっていうふうに思ったりだとか、うん、あの椿ファクトリーの秋山真央ちゃんからね、うん、この曲のことを聞いたんですけど、うん、やっぱりすごく難しいっていう話をしてたので、うん、まあマリアも言った通り、うん、最初の A メロのところもね、うん、あの言葉がすごいあの次々あの来る感じのところは、うん、いや本当私は絶対言えないなって、私も言えないなって、ね、本当に思うんですけど、うん、それがすんなりできちゃう椿ファクトリーのみんなすごいなと改めて感じました。以上、椿ファクトリー男子アイズム朝から聴きのボーカルレコーディングでした。続きも一緒に見ようね。アンジュルムの佐々木理香子とモーニング娘。20の牧野マリアがお送りしているアプカミ、続いてはこちらです。アンジュルム新メンバー最新オーディション、11月2日に発表されましたアンジュルムの新メンバー川名凛、為永紫苑、松本若菜ですが、一般応募からの選出となった川名凛、松本若菜2人の最新オーディションの様子をご覧ください。アンジュルムです。合格者が決定しました。川名凛です。為永紫苑です。松本若菜です。この2日間で精一杯の力が出せるように、オーディションに向けて、最終オーディションに向けてしっかり自分でトレーニングできるようにしてください。はい、今日はあのダンスと歌を教わったんですけど、ダンスを最初あの遅れを取ってしまったのが、あの後半でもあの引きずってしまったので、明日までに練習して巻き返せるように頑張ります。今日は初日ですごい緊張してて、でダンスも歌もすごく難しくて、たくさんでも指摘していただいたので、今日を帰ってからも練習して、明日も朝早く起きて練習して、悔いの残らないようにずっと憧れてたアンジュルムになれるように頑張って吸収して頑張りたいと思います。ありがとうございました。Let's go!
は必ずさっきも言ったけど4本を1本でしっかり握ってホールドしてください。はい、誰かこういう服装がいる、そこ気をつけましょう。はい、それとリズムよく聞いてほしいです。やっぱマイク持って声出しましょうって言ったら今度歌ばっかりに比率がいっちゃったら何も揃わない。美しいのは答えは違うたまんま時の昨日と今日で教わったことを全部出し切って悔いが残らないように今まで練習以上に自分のできる精一杯を出し切ります。これから最初オーディションですごく緊張するんですけど、たくさん練習したしでずっと憧れてたのでこのチャンスを無駄にしないように全力で出し切って頑張りたいと思います。川名凛、高校2年生の16歳です。千葉県出身です。よろしくお願いします。はい、限りあるもので気持ちごと輝いて愛だけ中学1年生12歳、よろしくお願いします。限りあるもので命と輝いて愛だけ冒険正しいことに添えて限りあるもので振り上げたくしても前を向きたて誰かきっと君のこと今日は昨日と今日でやったことを全部ではないけど自分なりに出し切ってその間違えても自信を持ってパフォーマンスをすることができたので良かったと思います。審査が終わってもうすっごい緊張してて失業ともちょっと意味わからないこと言っちゃったりあと歌とかも気をつけてたことができてたかも自分でも全然わかんないぐらいパニックっちゃったんですけどでも楽しんでできたと思うのでよかったかなと思います。はい、ということで、はい、松本若菜ちゃんと川名凛ちゃんのですね、うん、オーディションの映像を見たんですけども、はい、すごくやっぱりなんだろう一般加入って、うん、上國料萌ちゃん以来なので、うん、なんか久しぶりにこういう映像を見ましたし、うん、入りたいって思って、うん、ここまで進んで頑張ってきてくれたことにすごく感謝だなと思いますね、うん、出会いに感謝だなと思います。そっか上國料ちゃん以来なの、うん、だから約何年ぶりですか、4、5年、まあ、それぐらいぶりなので、うんうんすごい、でも、うん、上國料ちゃんでも、うん、今もそんなこと思えないぐらいもめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。だから川名凛ちゃんも松本若菜ちゃんももうすっごい楽しみ未来が、ね、どうなるんだろうって本当に今は、うん、ワクワクしかない。あーそうだよね、ですね。しかもなんか、うん、アンジュルムさんに入るとすごいなんかおしゃれな、かっこいい感じになるイメージがすごいあるから、うん、垢抜けるのは早そう、そうだよねっていう印象はあります、うん、でもともとそのオーディションの、まあ、発表された時の写真とかを見たけど、うん、
それでもすごい、あ、可愛いなって、今のままですっごい可愛いなと思うけども、これからどんな風にメイクをするようになるのかとか、どんなパフォーマンスするのかなとかもすごく楽しみだし、うん、やっぱなりたいってね、松本若菜ちゃんも言ってたから、うん、その気持ちが、あの、なんていうの、実ってよかったなと思っていました。うんうん、まあ、今、映像に映ってたのは、まあ、2人でしたけれども、うん、ここに、ためなんかしゅんちゃんそうだ。変わっての、うん、はい、ということなんですけど、うん、いやー、しおちゃんは、うん、私の印象だと、うん、あの表情がとてもレパートリーが多くてすごく素敵だなと思うし、うん、私まあ、2人ともね、研修生を経験してますけど、うん、なんかその時って表情を作るというよりかは、うん、なんとなんか元気に、そう、元気に踊って、ね、うん、なんかパワフルにみたいな、うんうん、の目標としてやってたところはあるんですけど、うん、でもしおんちゃんはそれプラスっていう、そのプラスの部分がすごくあって、うん、なんか自分をちゃんと、まあ、見て、なんか自分を知ってて研究してるのがすごく、ステージ、うんうん、上で見ててすごくわかるので、これから一緒にね活動していくのが本当に楽しみだなと思いますし、うん、まあ、この3人が入ったことによって、うん、どういう風にアンジュが変わっていくのかね、皆さんも期待していてほしいなと思います。はい、すごく楽しみな未来ですね。はい、以上、アンジュルム新メンバー最終オーディションの映像でした。どんな時でも応援してるよ、頑張れ。佐々木理香こと牧野マリアがお送りしたアップカミ、お別れの時間となりました。うん、はい、今回は、はい、上場軍団さんの号泣のミュージックビデオの撮影のメイキング見たんですけど、うん、最後のやっぱり撮影の感想を聞いた時に、ね、あ、やっぱさすがだなって思いましたね。私もあれぐらい面白く言いたい、ね、私もできるようになりたい。おにぎりから言おうと思いました。そうだね、勉強になりましたけれども、うん、あ、そうですね、うん、まあ、私は新メンバーの、うん、オーディションの映像があったと思うんですけれども、はい、このまあ、松本若菜ちゃん、為永しおんちゃん、川名凛ちゃんのお披露目はですね、12月9日の、はい、船木結ぶちゃんの卒業公演で、うん、初披露となります。初めてパフォーマンスを一緒にするんですけれども、うん、初めてのステージが日本武道館ということで、私もね、初めてのステージが、うん、道下さんの卒業のね、うんうん、横浜アリーナだったんですよ。もうその時の記憶ってほとんどないぐらい頭がすごく真っ白になったので、うん、でもその時私たちはね、まだ1曲しか歌ってない状態だったので、うんうん、まあ、何曲歌うかね、ちょっとまだわからない状態だと思うんですけれども、はい、楽しみにね、待っていただきたいなと思います。アップカミではアップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分をご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回のアップカミ、お相手はアンジュルムの佐々木理香子と、モーニング娘。20の牧野マリアでした。さようなら。